おはようございます。号外です。時間のないあなたに1分コロナワクチン情報。この YouTube を聞くだけで最新の情報がわかります。今日のテーマは、京都の緊急事態解除の要点についてです。3月1日、京都新聞長官の情報をもとにお伝えします。飲食店営業時間短縮は、解除前より1時間遅い午後9時、酒類の提供は午後8時までとし、 応じた店舗に1日あたり4万円の協力金を支払います。要請期間は京都市内を3月14日まで、他の市町村を7日までに分け、2段階で緩和していきます。府民には14日までに生活必需品の買い物を除き、昼夜を問わず外出自粛を促し、出勤者数の7割削減を呼びかけています。 飲食店を利用する際の目安としては、4人以下で2時間以内を示します。イベントを開催する場合は、31日まで5000人か定員の50%以内、その場合は1万人までのいずれか大きい方を人数の上限とし、14日までは午後9時までの営業を主催者に求めています。岐阜 愛知、大阪、兵庫、福岡の各府県でも新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されました。ピーク時に比べて感染者は減少しましたが、感染再拡大への懸念は根強いです。各府県は飲食店への時短営業要請を解除せず、営業時間を1時間延長した上で継続し、感染の広がりを早期に把握する試みも取り入れています。 今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございます。それでは今日も良い一日を。京都女性漢方松見薬局、漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣まゆみがお届けしました。